くな愛が飛び出すもんで、ね、すぼめさえも狂気に変えてしまいました。好きですわ。国語が飲むためで開いてきた。正しいのがどれか悩んでいりゃ、どれも不正解というオチでした。本日の手段は不公平なもの。どんな理由がないに漢字が読めますか。あの子の心象は読めますか。その心を黒く染めたのは俺だ、なんだよ、俺だ、なんだよ。さらばでこの日々が解けますか。あの子の日々の輪も解けますか。僕はそのまんまでいいですが、戻るんだよ、戻っていいよ。死にたいセリフだ。普段のこの漢字が読めますか。あの子の心情は読めますか。その心を黒く染めたのはおいらなんだよ、おいらなんだよ。その子の心情は解けますか。あの子の首の輪も解けますか。僕はこのまんまでいいですが、踊るんだよ、踊るんだよ。奇跡の王子に言えますか。この元気の夢その夢すごくに捨てたのは俺だなんだよ、もう知ってんだろ。いるいなでは女になれますが、そもそも女のはなぜなんですが。でも何に伺えばいいんですか。俺どうすんだよ、もうどうだ。